ピンポンのところに行くかもしれない。ランダムに飛ばされる。ランダムランダム。5、4、3、2、1。せーの、せーの。こんにちは。あ、すみません。あの、昨日連絡した。はいはいはい。ちょっと待ってください。はい。息子さんは一緒に来られなかったですか？そうですね。なんかちょっと調整っぽくなければ任せるって言われて、一人で来たので、はい。あの、あれ息子さん150ぐらいあるって言いましたっけ？はい、150。身長結構高いですよね。はい。で、一応ですね、これ、まあ、昨日聞いてたんで、一番ここまでは、はい、あの上げたんですよ。高い、はい、身長高いので。はい。であとハンドルもあのこれで動かすっていう風にしてください。はい、4段とかで、はい、4段5段がだいたい普通の自転車と同じぐらいの、はい、あ、メケ？メケが見たかったの？そうだよ。1万円見つからないと買えないよ。そうだよね、1万なくすのって本当ありえない家庭だよ。どんだけ加入してないのって。何？サーフボードが上に乗っかってたの？ちぎれちゃってる。ちぎれてる。半本みたいだね、半本。そうじゃない？うん、ね、そうだよね。うん、なんでだろうね。メリークリスマス、半額？半額？食べよう食べよう、俺も食べよう。うわぁ、ピッチャーだピッチャー。うわぁ、いただくでー。なんし、魔人ブー。食べがすごいね。キス、保育園にサンタさん来た？パパだった？どんな格好だったサンタさん？あ、ブルブル。あ、うん、おいしいの？キス食べようかな。食べてみよう、おいしくなさそうだけど。食べないでて、ここにあるじゃん。あ、おいしい、ソーセージ。うん、うちの家族は歯がないよね、全部。ほぼない。いつもちょっと横向いてみて。
ないない。あら、めっちゃどこ行っちゃった。あ、危ない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 。どれ食べたいの？これですよ、これ。イゴも食っぱよ、イゴも食っぱよ、イゴも食っぱよ。これで食べて。なんでパパはくれないでお母さんが食べているの？パパもチン。ちょっと待ってよ。おいしい。グー。グー。ちょっと顔。ほっぱんだよ、ほっぱん。ちょっと待ってよ。南ですよ、南。クリスマス、クリスマス、クリスマス。チッカチカジャンジャン、チッカチ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 カ。チョップ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 。クリスマス、クリスマス、クリスマス。あ、待って待って、あれはやめて。あ、桃鉄やってる、もしかして。桃鉄面白いよ。いただきます。うわぁ、始まる始まる。困る困る困る。基本的にね、ちゃんとね、そしたらここまで出してね、当たり前じゃん。こっちからポップにさせたら、まだ開けてるからな、こっちからスリッパ開けてるって感じじゃん。そうそう。かわいい。安くていいやつ買うより高くていいやつ買うし、生活してくれ、絶対ご用意引きしたやつめっちゃ可愛いと思うけど、絶対高い方が可愛いから売ってるさ。生活を死ぬまで買いに行くから、それめっちゃ可愛いってなる限りではならないでしょ。70歳になっても割引してるの、香りがないんだし、しかも自営業する期間も経験したね。寝てよ。頑張るさ。
気持ちがいいでしたね。通常色何色だったと思う？黒。当てられないよ。金色。それが色気だ。金色。持ってきて、て、うん、飲みすぎじゃね、うん、オッケーオッケー、食べたい、来てくれるでしょ、お願いパパ、やりたい、後でお願いするね、やりたいの？オッケー。あ、やらなくていい？やりたかったの、自分？やりたいよ。集中して、集中、ちゃんと見ないと。ちゃんと切るところ見ないと。あっちの？おいしい？たまにはカルボナーじゃなくてもいいんでしょ。やっぱりカルボナーラが美味しいと思うけどね、高いから美味しいのは当然じゃん。ジャンプジャンプジャンプ、危ない、トロは危ないよ、滑り台乗ったら赤ちゃん用がないじゃん、ここは。おお、足で蹴られる、さっきもできたじゃん、うわー、え、あ、撮ってるよこっちの撮ってじゃなくて、投げていい、投げるね、あ、入りそうだった今ね、入りそうだったよね、足スリッパだから気をつけて、楽しいよね、ワン力でやって、あ、腕力で片手だけしかないじゃん、楽しい、これで楽しい、冷たくね、ペン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 しないと、手を、あ、中に奥がある、ハッピーハッピークリスマス、ハッピー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 、なんでクリスタル、10年後にはこれとても被らなくても住めれる部屋に住みたいな、これを構えてるだけじゃ10年後にもここに住むって覚悟じゃなるよ、
餃子だったら大体カバンの中にあるよね。カバンの中にある。ライター。ランドセル。ないって。ないない。ありがとうって言えばいいんだよ。なんか願いをしてから。はい、来年はポジティブ言いましょう。もっとピンポンのところに行くかもしれない。あ、もっとランダムに飛ばされる。ランダムロード。はっきりしないと。はっきり言わないとダメです。東京です。来年は東京のピンポンの家かもしれない。しないと夢を叶えない。おかしくね。たまそういうのを言うと言うね。はい。話しもと事務所まで出演者で挑戦してみようかな。ヘルメットした方がいいかな。私も。私もヘルメット。私はなんでヘルメットするの。すごいね。はい、ゴー。うん、だから空中で行くレベル楽になるから、右左やってみよう。右、ほんとあれこそしたら、さっきより全然できてるからね、心配しないで。
てちゃダメでしょ。一旦倒して倒して、あの上げて上げて。何何。高橋先生。うん。簡単、うん、諦めなければできるんでしょ、いつか。何そんな人、なんかそういう変な顔じゃなくて、指気をつけて、指切れちゃった、めくれちゃった、指ここ、 OK。それほど価値があるからね、協力しましょう、お互い。だから協力しましょう、お父さんにも。立てれる？一体まだ？お母さんいつ来るかな。どうどうどう、大丈夫？歩くのは大変でしょ。あ？お母さんとりあえず待って、来てていたから。大変な、今日も本当素晴らしい一日だね。